師匠。はい。こんなのあったんですけど、ちょっと見ていただけないでしょうか。ドン。小林麻也、ついに海老蔵から謝罪されるも、4年間生き地獄、許すわけにはいかない。もうなんか持ちきりやな、この人の笑いで。もうなんかもうちょっとガクガクなんですけど。なんか怖いよね。怖いんです。で、まあ、ざっと見たら、まあ言ったらどうでもいい話題ではあるんやけど、まあなんか面白いやん。あのうちの動画のコメントにもあったけど、こういうのを、はたから見てる分には面白いやん、こういう人をよ。だから俺も好きなんや、こういうのな、実はな、うんうん、だから取り上げますけどね、うん、まずエピソードから謝罪が来たんやって、うん、でその国光さん旦那のな、海老蔵からの謝罪の連絡がまやちゃんに、自分の嫁はちゃん付けやのに海老蔵は呼び捨てっていうのも面白いけどな、海老蔵からの謝罪の連絡がまやちゃん宛てに来ました、あの言い方もなんかすごいし、あきらさんなんかのこれ銀さんって読みそうやけど、あきらさんっていうのを どっかで見たぞ、謝罪をさせてくださいって、愛を込め、愛が好きやねん、なんなんせこの国光さんは愛の再婚ですって言ってたもんな、愛を込めて書いていたと思いましたと投稿、国光氏は僕がまだ許したわけではありませんとし、海老蔵からの謝罪があったということは僕たちが嘘をついていなかったということです。これ他のなことでも見たり、うん、動画を見たりしたんやけど、はい、なんせさスピーってるやんこの国光さんがな、そりゃええかどうかは置いといてさ、はい、ええやんけ、それがええんやったらよ、うんうん、小林麻也もそのスピなところが好きなんやったら、まあ愛があるんって感じたんやったらそんでええやんけ、うん、ただよ、ほんで海老蔵はどうも話の流れがようわからんけど、どうも海老蔵はそのスピってる国光さんと麻也が結婚したことによって、うん、自分の息子と娘を合わすわけにはいかんな、はい、みたいになってたみたいね、うん、で結婚してから約4年間海老蔵のせいで生き地獄でしたって、その生き地獄っていうのはまあ老いと命に合わせてくれへんだことを言ってんのかなと思うねんな、これ俺の想像やけど、うん、それぐらいしかないやんけ別に、海老蔵からの何らかの攻撃があったってことも別にないと思うねんな、うん、そんな結婚して勝手にやってんやから、そこに対してなんか嫌がらせとかしたっていうことでもないから、そのマヤが嫌がらせって感じるとする と,、うん、するとなると、そのおいとめ、うん、海老蔵からしたら自分の娘こと娘に合わせないっていうことにしたっていうことらしいね、どうな、うん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 、え、普通じゃね、うん、当然じゃねその海老蔵の気持ち、別に海老蔵擁護する気は全くないけど、そフラットに見る海老蔵はなんせさ、海老蔵は親なんやから、それはろくでもない人間やったとしても、うん、仮にな、知らんけどさ、仮にろくでなしやったとしても親は親なんやから、そりゃなんかあんなスピってるやつらに合わしたくないよねって思っても、うん、しゃあなくね、はい、まあそう当然かどうか置いといて、うわーうわ、こんななんかスピってる夫婦にうちの息子と娘合わすわけにはいかんなっていう権利はあるよな、うん、別にえな、そこを持って生き地獄って言ってると思うんだけど、他にもあったんかもしれんけど、まあ出てきてる情報だけ見るとそれぐらいしかないのよね、その海老蔵を恨みに思うことでさ、うん、ほんでなんか海老蔵も謝罪してもらっ、海老蔵が謝罪したらしいんだけど、まあ海老蔵も大人の対応したんやろな、なんかいつまでもこんなスピってる人らに攻撃されるのもあれやなと思ったから、まあ謝っとこうかって思って、うん、謝ったんやろうけどさ、はい、えんでさ、いくら謝っても許すわけにはいきませんとか言ってっけど、
え、ちょっと前まで謝罪せえって言ってたんちゃうの。で、謝罪したからいいんちゃうの、もうな。何謝罪せえしろって言ってて、いざごめんなさいで謝罪してきたら、許すわけにはいかないって、なんかどっか、このやり口というか、この構図、どっかでか見たことあるんねんわ、俺。いや、師匠、もしかして弟子、弟子もちょっと感じてたことがあるんですよ。なんですか？一緒かな、いいですか？ちょっと言ってみてくれや。フェミ様たちが同じようなことしてるような気が。ああ、フェミ様もそうやし、フェミ様もしてるし、うん。あそこの国な。あそこの国のやり口。ああ、謝罪しろーっつって、そんで、わかりましたっつってやったら、許せない、ま、もっと謝罪しろ、賠償しろって言ってる国があるじゃないですか。あれのやり口に似てんなと思うし。んでさ、はい、そのヤフーニュースのコメント見て、ヤフコメないわゆる見てと、気になることが書いてあって、おそらく神田沙也加さんが降臨したとか言い出して、関係のない人にまで迷惑をかけ出したから、さすがに止めなきゃと思ったのではっていう、これ、知らんねんけど、おそらくあったんかもな、その、どっちが言ってたか知らんけど、前なんか旦那なんか知らんけど、神田沙也加さんが降臨したとか言い出したし、うわーと思って、うわー、海老蔵が思ったんかもな、さすがに。ほら、海老蔵の気持ちもわかるよね。怖い。怖すぎんねんけど。ああ。でみんな、海老蔵が大人の対応とかな。謝罪 しろって言ってたんやったら、謝罪されたら許せやっていう意見が多いよね。まあ、そうやな。うん。なんか、どうしたいねんっていう、この前も動画で言ったけど、どうしたいねんこいつらっていうのが、ますます、ますます大きくなってきて、ますます目が離せなくなってまいりましたね。はいっていう感じで以上でーす。はーい。